荒川真澄は昨夜うちの親父と会食した後、一人で平安楼を出て行った。撃たれたのはその帰り道ってことになる。犯人の目星は？解散させられた近江連合の残党ってとこだろう。実は蒼天堀の方でも昨日発砲事件があった。元若頭の渡瀬な、堂島大吾にもだ。無事だったのか？ああ、あいつらのそばには元登場界のレジェンドってのが何人かついているらしい。最強の用心棒だ。なるほど、あいつらか。お前らも用心するんだな。近江解散の最前線にいたんだ。的にされてもおかしくねえぞ。分かった、春日にそう伝えとく。しかしあの近江連合の、しかも次の跡目とまで言われた荒川組までが解散を目論んで動いていたとはな。これはとんだ裏切りですよ、沢城さん。もともと俺らは関東に拠点を置く同じ東条会の親戚団体同士。そんな俺らが荒川さんが書いた神室町から東条会を駆逐するという作戦に手を貸したのは、一にも二にも自らの組の存続のため。島代なんていう名目で実質上の上がりを収めさせる東条会のやり方にはうんざりしてたんだ。そんな状況が続きゃ俺らみてえな都市圏に地盤を持たねえ組織は自利品。だからこそ不義理を承知で荒川に協力したんだぞ。あの約束はどうなるってんだ。荒川さんが近江連合のトップに立った後、八代目近江連合に俺らが直参幹部として取り立てられるっていう話はよ。ご心配なく、近江連合は解散させません。新しい看板を掲げて存続させます。関東の諸先輩方には大変なご迷惑をおかけしたと思っております。この落とし前はきっちりつけさせていただきますので、今日のところはこちらでご容赦いただきたい。まあね、あれですよ、我々としてもこれで荒川組さんとの縁を切ろうって腹じゃない。今後もいい関係を続けていければとは思ってます。そうだな。まあ裏切りの首謀者だった荒川はどこぞの誰かさんがきっちりやってくれたわけだから、一応筋は通ってるしな。これからも困ったことがあればいつでも頼ってください、二代目荒川組さん。ありがとうございます。あ？何が筋だ。極道の端くりにもならねえ片田舎のカスどもが
なんだと？今なんて言った？沢城、お前、おたくらの協力なんぞ借りなくても荒川組は再生させますよ。東に集まった近江連合の連中を束ねてね。無礼だぞお前。荒川が下手を打ったのは頭のお前の責任だろうが。やめろ。何やさら。俺はな、お前らみたいな構想の一つも仕掛けられない口だけのヤクザが大嫌いなんだよ。何年か前までは登場会の機嫌を伺い、昨日までは荒川の親父の顔色を伺い、それが死んだら今度は先輩ずらして任侠道のご指導か。ごたく並べてもな、ヤクザなんてもんは結局は暴力、強え奴に弱え奴が従う世界だ。助けて。死の子の言わねえで、てめえらはこっちの言うこと聞いてりゃいいんだ、このボンクレ。これからも俺らが作る新しい東京近江連合をぜひ応援してくださいや、先輩。随分勝手なことしてくれるやないか。お前との付き合いは長くないが、俺がどういう男なのかくらい知ってんだろ。知らんな。親はやられて黙ってられるほど俺の器はでかくねえんだよ。何が言いたいんや。やったのはお前なのか別の関西のガキなのかは知らねえが、親父を殺した奴のけじめ絶対に取らせてもらう。よーく覚えとけ。何言うとんねん。青木に命令されたお前がやったっちゅうことはその辺のチンピラでも知っとるが、因縁でっち上げて俺に喧嘩打って、それきっかけで新しい組織の頭取ろうっちゅう腹積もりなんやろうが、そうはいかへんで。まあ今東京にいる近江の残党がまとまるまでは待ってやる。それまでせいぜい母ちゃんの血でも吸っとくんだな。待たせたな、ガキ相手に本気になるクソヤクザども。世話になったっていううちのガキどこだ。荒川さんよ、おめえんとこのこいつがうちの組員を半殺しにしてくれてな、どうけじめつけるってんだ。そうか、じゃあ指一本でどうだ。それでこいつを返してもらう。文句ねえだろ。借りるぜ。帰るぞクソガキ。出るよ電話。星野だ。会長。大丈夫か。ええ、まあ。その声でか。ちゃんと飯は食えてるのか。いえ。そいつは体に毒だ。どうだ、
平安楼で会わないか。平安楼、俺と荒川さんが最後に会った場所だ。荒川さんが食べたのと同じ料理をご馳走してやる。ええ、でも今は。いいから来い。わかりました。待ってるぞ。星野会長から呼ばれたんですか。平安楼に来いって。行くの？ああ、おやっさんの最後の様子も聞きたいしな。昨夜の荒川は舞台から降りた役者みたいに穏やかな顔だった。それもそうだろう、近江連合の解散を成し遂げお前との再会を果たしたんだ。実にうまそうに北京ダッグを平らげていたよ。俺がそんなに好きなのかって聞くと、なんとあいつは初めて食べたって言うじゃねえか。え？聞きゃ50年前に初めて食べる機会があったが、直前に父親を殺された。それ以来どういうわけだか食う機会を逃してきたらしい。俺は食事を終えた荒川をホテルまで送っていくと言ったが断られた。あいつは一人で夜風に当たりたいって言ってな。だから俺は黙ってあの人を見送っちまったんだ。あの時強引にでも俺が送り届ければ荒川は殺されることはなかった。失敗したよ。会長のせいじゃないっすよ。おやさんに手を下したのはやはり近江の残党なんでしょうか。間違いないだろう。荒川をやった理由はきっと解散に対する報復だ。つまり解散させられて迷惑を被っている連中だ。じゃあその中の誰が親さんを。春日、関東にいる近江の残党連中が次なる組織編成に動いてるらしい。そいつらは今回の解散に黙っちゃいられない連中の塊だ。犯人はその中にいる可能性が高いかもな。新しい組織の連中がおやさんを。そしてその連中を裏で指揮できる人間がいるとすれば、今や表の世界も裏の世界も自在に操れるあいつしかいない。青木亮だ。じゃあ大家さんの殺しは若の指示。青木の意思が関わっていると見て間違いないだろう。そして荒川亡き今、青木の直令を受ける人間は限られておる。荒川の仇を取るがいい。必要であれば青龍会から兵隊も貸してやる。俺に銃は必要ありません。仇を撃つ気はないと。いえ、おやっさんは若の弾を取ることなんて望んじゃいないはずです。じゃあどうする。おやっさんは極道が権力者の手駒になることを憂いていました。だから一世一代の大芝居を打ってまで
近江連合を解散したんです。つまり極道の本来あるべき姿、暴力で何かを奪うのではなく、力を持って弱きを助ける生き様を証明したかったんだと思います。なるほど。それを貫くため、おやっさんが辛抱し続けた日々に報いるには、人一人の玉取って解決なんてしちゃいけねえ。そんなやり方、あの世のおやっさんに顔向けできねえ。だから俺、若の目を覚まさせてやります。ぶん殴って思い知らせてやります。俺がやれることはそれくらいしか。つくづく荒川って男は幸せもんだな。いいんじゃねえか、お前の好きにやれ。俺が少し出しゃばりすぎちまったようだ。会長、そんな。しかし、どうやって青木と会うつもりだ。都庁の受付で都知事に会わせてくれと言ったところで追い返されるだけだぞ。大丈夫っすよ。若に会うルートはちゃんと考えてます。なるほど、すでに策はあるということか。しかし、青木に近づく以上危険は避けられん。青龍会の兵隊を連れていくがいい。もしもの時は骨は拾ってやる。会長の申し出はありがたいんですが、遠慮させていただきます。俺にはすでに最高の仲間たちがいますから。待っててくれたのか。どうだった。悪いな、俺一人最高級のコースをごちそうになっちまったぜ。ずいぶん元気になったじゃねえか。いつまでもメソメソしてたら、あの世のおやっさんに怒られちまうからな。それよりも、今から久米に会いに行こうぜ。久米に？なんでまた？若に引き合わせてもらうためさ。久米は小笠原の後釜に任命されたんだ。若とも繋がってるだろ。それは間違いねえが、俺は若の野望を絶対に止めてみせる。それが何よりのおやっさんへの弔いになるはずさ。なるほどな。だけど、久米が素直に青木と引き合わせてくれるか。ま、多少手荒な方法でお願いすることになるだろうけどな。よし、そういうことなら今から久米ちゃんを探しに行こうぜ。探す必要はありませんよ。今日は公示日です。公示日？衆議院選挙の立候補者が一斉に届けを出す日ですよ。今日から選挙戦が始まるんです。詳しいな。今回の選挙には肉の壁の運命がかかっていますからね。で、久米の居場所ってのは。公示日の立候補者は選挙区のメインステージで第一声の演説を打ちます。神奈川2区の場合は伊勢崎ロードのゲート下です。伊勢崎ロードか。今から行ってみようぜ。法律を守る善良な国民が泣き、法の目をかいくぐった輩が高笑いをする。日本はいつからこんな国になってしまったんだ。正直者がバカを見るような社会はもうたくさんだ。私は法律を、この国の主権をもう一度善良な国民の手に取り戻します。皆様の貴重な一票をこの久米に託してください。まあ、言ってることは間違っちゃいねえんだよな。久米は本気でブリーチジャパンが表向きに掲げてる理想を信じてんだ。裏の悪事も知らずにか。そう考えると
ある意味では久米も青木に利用された哀れな被害者かもしれないな。同情してる場合ではないですよ。よし、行くぞ。おい、ちょっと通してくれねえか。頼むよ。ちょっとあなた、割り込みは迷惑ですよ。え？すまない。けど、どうしても。あ？あんた、どこかで。あ？お前、あん時のボディーガード。こいつだけじゃなく、周りもみんな近江だぜ。飛んで火にいる夏の虫や。この間の借りはきっちり返したるで。やってもらう。邪魔するつもりやったんやろうが、残念やったな。久米の演説は一回じゃねえだろう。この後いつどこでいつやる、全部言え。そんなもんホームページに全部書いとるわい。せやけどお前ら、久米に近づくことは一歩たりともできへんで。どういう意味だい。久米を当選させることは都知事の勅令や。その障害となり得るお前らは徹底的にマークされとんのや。見てみ。わしにも把握しきれんほど近江組員が偉人町に入り込んどる。無数の名がお前らを監視しとるっちゅうこっちゃ。くそ、常に青木の方が行って先を読んでるってことか。おっしゃる通り。確かに一地方自治の長である都知事が国政に介入するというのは前例がございません。しかし新しい試みというのは常に前例がないことです。青木さんね、あんたまだ若すぎるんだよ。国政ってのは学生の遊びじゃないんだよ。地方自治は学生の遊びだということですか。いや、そうは言ってないが。さあ、それではここで改めて世論調査の結果を見てみましょう。青木知事の幹事長就任を支持すると答えた人の割合は全体の 80% にも及んでます。その理由として最も多かったのが神室町参詣作戦の成功ということですが、これに関してはいかがでしょう、青木さん。参詣作戦については私だけではなく警視庁のお力添えも大きかったですね。地方自治と地方警察がしっかりと手を取り合った賜物かと。しかし君ね、東城会が壊滅したからって神室町からヤクザが消えたわけじゃないでしょう。噂じゃ関西のヤクザがいっぱい入ってきたとか。関西のヤクザとは近江連合のことですか。先日大阪府警に解散届を提出したと聞きましたが。そうだよ。でもそれはつまり危険を伴った参詣作戦などしなくても彼らは自主的に消滅したってことじゃないの。危険を伴った作戦、果たしてそうでしょうか。
今回解散を主導したと言われる幹部の一人、荒川真澄が殺害されたのはご存知ですよね。つまりヤクザ組織が自主的に解散したと思われているようですが、現実としてその中身は決して平和的にはいかないということです。ところが産経作戦では一人の死者など出しておりません。これは私がブリーチジャパンの活動で得たノウハウが大きく作用しているわけです。今回の総選挙、民事党はブリーチジャパンから多数立候補者を立ててるわけですが、幹事長としての狙いは？一言で言えば民事党の若返りです。ブリーチジャパン立候補者は年齢も若く活力にあふれています。彼らの力を持ってこの国に残るグレーゾーンを徹底的に漂白します。荒川の島で選挙に利用しやがって、てめえで殺したくせに厚かましいにも程があるぜ。ああ前から信じちゃいねえが、政治家ってのが一層信じられなくなるな。ねえ、この後も久米は別の場所で演説するみたいだけど、どうする？ああさっきの様子じゃ久米には指一本触れられねえし。苦戦しているようだな。会長、お前が言ってたルートってのは久米を脅して青木を呼び出そうってことか？ご名答っす。だけど久米サイドに先手を打たれていて。会長はどうしてここに？さっき平安堂でお前に渡し忘れたものがあってな。え？で、会長、俺に渡し忘れたものって一体？俺に頼み事をしてた件だよ。忘れたんじゃねえんだろうな。頼み事？は？立候補者？久米を落選させて青木のメンツを潰す。そのためにお前はこの金を作ったんだろ？見つかったんですか？青木に勝てる立候補者。四方八方手を尽くして探したんだがな、いなかったか。でもいいアイデアを持ってきたぜ。え、アイデアって何です？春日、お前が出馬しろ。はぁ？もう少し早く思いつきゃよかったんだが。ちょっと待ってください。なんで俺が出馬するんすか？俺なんかが選挙で勝てるわけないっすよ。だろうな。久米に勝てないどころか供託金が返ってくるほどの票も集まるまい。300万ドブに捨てるだけっすよ。捨てていいんだよ。はぁ？それで久米を捕まえるチャンスが来るなら安いもんだ。久米を捕まえるチャンス？候補者は狭い選挙区の中で選挙カーを走らせたり演説をやるわけだ。当然対立候補と出くわすこともある。そんな時は思ってなくても健闘を祈りますなんて言って握手をするのが礼儀だ。見たことあるだろう。接触できる大チャンスだぞ。俺が立候補すれば久米と接触できる。久米に比べればお前は無名の候補者、いわゆる泡沫候補に過ぎん。一方で久米は当選確実と言われている。その状況でもしお前が握手を求めた時、久米はお前を無視ができねえ。どうしてです？当選確実と言われる候補が泡沫候補を無視すればおごりと取られかねない。やらんってのは怖い。悪い評判ってのはすぐに広まる。そこで久米は嫌がおうでもお前と接触しなければならない
というわけさ。お前の計画は選挙で久米を打ち負かすことだった。でも今のお前が望むことは久米との接触だろ。違うか。ちょっと待ってください。一番は前科持ちですよ。それも殺しの。どんな前科だろうが刑期を全うした以上、立候補する権利は法律で保障されとる。どうするかすが。少し考えてみろと言ってやりたいとこだが、悠長なことは言ってられんぞ。立候補届は公示日の今日しか受け付けておらん。出馬するかしないかは今決めるんだ。俺出ます。マジかよ。でも法律的には問題ない。合法だ。ならば急いで選挙管理事務所に届けを出しに行くがいい。あそこは役所仕事だから夕方には閉まってしまうぞ。おい、今何時だ。やばいわよ、すぐ行かなきゃ。走るぞ。選挙管理事務所ってどこっすか。馬車街道にある西浜ビルの中で。あざっす。ダメよ。お、ありがとうございます。それでは。選挙とは民主主義が民主主義であるための最も重要なシステムである。売名や興味本位で出馬することなど言語道断。しかし春日一番という男は殺人罪で18年間服役した元極道にもかかわらず、この神聖な選挙に土足で踏み込んできたのである。これは民主主義への冒涜に他ならない。これは敵に一歩先回りされてしまったようですね。どういうことだ。どうやら我々の作戦は久米サイドに気づかれたようです。つまり春日さんが先方に近づけないようにする気でしょう。え、久米が春日さんとの握手に応じなければならないのはあくまで春日さんがけなげな泡沫候補であることが条件です。そこで久米は
あなたを悪役に仕立てて、その条件を変えようとしてるんでしょう。なるほどね。そんならこっちも汚名返上と行こうじゃねえか。お集まりの皆様、私がただいま招待に預かりました春日一番です。おい、あいつが春日だ。カメラ回せ。マジ人殺し？あれが人殺しなの？あいつが立候補、やばくね？人殺しだったよ、人殺し。いやー、さすが有力候補の久米さんは器が違うな。こんな無名の俺を宣伝してくれちゃうんだもんね。おかげで知名度も一気に伸びるってもんです。ありがとうございます。皆さんご覧ください、あのふざけた態度。あれが立候補者としてあるべき姿でしょうか。選挙は前科者のお祭りではありません。前科者、つまり法を犯した者はこういうとこに立っちゃならんと、それがご不満だと。もちろんそうだ。確かに俺は18年間刑務所にいたよ。でもな、どんな前科があろうが立候補できることは法律に書いてあるんだよ。現に俺の立候補届は受理されたからこの場に立ってんだ。俺がここに立つのを否定するってことは法律を否定するってことだよな。なあ、法律大好きな久米ちゃんよ。その法律を否定するということではなく、ま、法律だって完璧なもんじゃねえってことだろ。そうですね。でもおかしいな。あんたらブリッジジャパンは散々法律に従えって言ってきたよな。完璧じゃねえものにどうやって従えばいいんだ。矛盾してんだろ。それはじゃあその矛盾の判断は個々の判断でってか。そう、それです。だからそれがグレーゾーンだっつうの。久米さんよ、誰だって法律に従って正しく生きたいさ。でも法律が完璧じゃねえように人間も完璧じゃねえ。どっちにも矛盾がある。あんたの言う通りさ。人間、ちょっとした間違いから下り坂を転げ落ちることもある。この町に流れ着いた時の俺がまさにそうだった。そして俺は助けられた。でもそれは法律に助けられたんじゃねえ。法律の矛盾の隙間で生きてる人たちに助けられたんだ。彼らの全員が望んでグレーゾーンに生きてるわけじゃねえ。そうならざるを得なかった奴らばっかりなんだ。でもあいつらお天道様の下で頑張って胸張って生きてんだ。あいつらだって俺だって法律も大事だけど、もっと大事なもんもいっぱい知ってるぜ。法律のために人がいるんじゃなくて、人のために法律があるんじゃねえのか。その順番ってのが大事なんじゃねえのか、久米さんよ。春日の言う通りだ。俺は胸を張ってお前を手術する。私もだよ、一番。俺はだ、春日に投票するぞ。頑張れよ一番、応援するぞ。俺たちは春日の味方だ。久米なんかに負けんじゃねえぞ。久米さん、俺はあんたに恨みがあるわけじゃない。今日からお互い堂々と選挙戦を戦おうぜってことでよ。今からそっち行くから一つ握手でもしようや。撤収！撤収だ！おい待てって。おい、ちょっと久米さん、まだ演説が途中ですよ。待ってください、久米さん。こうして突発的に始まった論戦は、有力候補の久米陣営が撤退する形で幕を閉じました。前科あり元極道という異例の春日候補は
早速 SNS を中心に話題となっております。はあ、役に立たない奴らばかりだ。クメといい、お前といい、こんなざまになってるのも全てはお前の不始末の結果だ。沢城、お前ここんとこ様子がおかしいぞ。で、報告ってのは？新体制の件ですが、しばらくは東京未練号という仮の屋号で動くことになりました。当座の兵隊と資金も問題ないかと。今後は各ポストの人事を。お前偉そうに言ってるが会長にでもなったつもりか？え？いえ。お前が荒川組でそれなりの地位についたのは決して実力じゃない。周りが俺の顔色を伺ってお前を持ち上げただけだ。お前は昔から金魚の糞みてえに俺の後をついてきただけだからな。俺も昔のよしみで情けをかけてきたが、東京近江連合は違う。会長に据えるのは実力のある人間だ。お前にその器があるのか？はい、そのつもりです。だったら24時間以内にこいつの弾を取ってこい。もしもしくじったらどうなるか、お前ならわかるよな？なあ、